パニーチャップジミチです。どうもみんなのアイドルサンドです。皆さんどうも、シンと申します。ハローどうも、シンドリです。シンコ叩くなお前。ということでね、このむさ苦しい男メンツで今回やっていく企画は、ちっちゃな街を作ろう、イエーイ。でもその街にね、あのモンスターたちが襲ってくるので、俺たちがね、ウルトラマンになってあの戦うっていう、そんな感じのマップでございます。シュワッチ。俺ウルトラセブンがいい。勝手になっとれ。ということで、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録の方はこの登録ボタンを押して、ここのベルマークを押して、そしてすべてを押してください。よろしくお願いいたします。そして高評価を、押してくれたら僕のおっぱいを揉ませてあげますよ。それ、それ最近流行ってんの、それ何なのその声。いや、なんかマイクが近い距離にあるからさ、なんか AMSMR AMSMR マイク近づけるとほら、いい感じの声になるじゃん。ブサイクだよ。チャンネル登録してね。解除するわ。未来のプッチだよね。きなこと一緒にチンチン見せた時代か。大規模災害をオフにします、オンにします。オンにしよう。大規模災害は定期的にあなたの街を脅かし、広大な土地を破壊することもあります。力をつけて邪悪の事態に備えましょう。最悪最悪最悪。スタート。おお、なんかおる、なんかおる、なんかおる。レイトン教授おる。アドバイザーって書いてあるだろ。こんにちは。なんて呼んでるかって、まあそれはあなたがここにいるからですよ、新市長。母あの死ね。私たち一緒に壮大な街を作りましょう。プロットを設置する、だってこれを整地するってことか。いくよ。おお、うわー、すげえ。まあ今設置したことになってんのか。で、なんか市役所に戻ってこいだって。プッチプレイ。市役所なの。おい、レイトン教授。レイトンになってる。どっかー。ブルドーザーを使うのは楽しいですね。こいつサイコパスやん。ここに発電所を設置します。いきます。はい。すげえ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 、すげえ、やば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 、本当に発電所じゃん。俺モンスターになった気分。ガオーガオー。ね、元からモンスターだけどね。顔がモンスター。見て、お金減ってる。見て、お金減ってる。さっき 5000K あったのに、2000K の、あ、200K になってる。200K っていくら ?200 金玉。頭割り。赤やん、こいつ。1K が1000じゃない ?5000 円あって、あと2000円ってこと?あ、電線がすごい張り巡されてるね。張り巡されてる?ほんと大丈夫。張り巡らされてる。張り巡られてる。はぎずらぎずらぶらぶ。悲しかったよ、このアドバイザーよ。おお、これで全てのエリアに電力行き渡りました。地図上に電力の範囲を確認できます。今からオフハンドを使うといいタイミングかもしれませんね。次に地図の電力維持ゲートをオンにしましょう。ホットバーにはオンとオフの切り替えるものがたくさんあります。ちょっとよくわかんない。どういうこと?あ、待って、地図見ると、電力が供給されてるエリアが全然わかんないわ。多分電線があるところは、供給されてんじゃない？あー、そういうことか。電力のオーバーレイをオンにする。はい。お、これ電力のオーバーレイがオンになります。地図上の小さなアイコンが見えますか?各プロットに黄色いマークがあります。あ。ね、まだ人口0人だよ。早く人増やしたいね。じゃあ、とりあえず、ミスター・レイトンに話を聞こう。次はあれだよ、人々を入れるらしいよ。市民が住むには住宅地ゾーンが必要です。しかし彼らは、汚染を好きではありません。なので、発電所から遠く離れた場所設置してください。じゃあ、発電所から一番遠い、なんか、この辺に作る、この辺に。なんでそこに作るんだよ、お前。田舎作る、田舎。住宅設置します。はい!お、広い。やべえ、なんかインベントリー全部レイトン教授になった。次に市民はどこにかにお買い物するところが欲しいと思うでしょう。地価が高いほどより多くの税金を受け取れ、より多くの市民が移住してきます。じゃあ税金 100% にしようぜ。ね、田舎のイオン作ろう。田舎の。じゃあこの辺に作るよ。はい。お、できた。三つ目のゾーンは工業ゾーンです。これはトリッキーなもので最もお金を稼ぐのですが、汚染のため商業と住宅の両方が隣にいることを好みません。はい、じゃあ工業地帯を。はい。おお。工業地帯は愛から始まるから愛なんだ。あ、そういうことね。工業の愛だ、工業の愛。漢字なのこれ、漢字か、そういうことに漢字。最初のゾーンが完成しました。あとするべきことはゲームの速度を設定することです。言葉から設定できます。早くしたい、早くしたい、早くしたい。オッケー、早く、パパパ。おお。ベイビーゾンビスピードって何？赤ちゃんゾンビスピードだよ。おおおおおおお。はい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 。すげえすげえすげえ、何これ。すげえすげえすげえ。街が完成してく。すげえ。5000人だって、ぶっち5000人今入ってるよ、人口。あ、収入もちょっと増えたね。15K。増えた増えた。新居踏む。うーん、こうだな。すげえすげえ。すげえ。あ、コインが落ちてる、コインが。あ、待って、いや、待って、なんか。
住宅地とかの場所もあれ作れるよ。いっぱいいっぱい奴隷作ろうよ、いっぱい。どうやって作んのこれ、あんまよくわかんない。もうちょっと人口増やすか。人口増やそう。やっぱ税金、税金、税金大事、税金大事。お、来た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 。おお、商業施設ももう一個ここに。また建てんな商業施設。イオン、イオン、でっかいイオン。イオンの隣にイオン作んなお前。電気屋さんもちょっと増やさないのこれ。それ多分それを中心にだから。え、発電車 300K も必要なのって高っ。やっぱ公園が 30K。 これでまたスピード上げればこいつらさって金巻き上げれるんじゃない。スピード上げるよ。おー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 おお、はいはい、できてる、できてる、できてる。あー、すごい、イオン立ってくる。田舎のイオン立ってるよ。マップ見て、マップちょっとずつさ、ほら発展してってる。あー、待って、なんか奪った、助けて。奪われた、やばイオンに、イオンに殺されてる。うっちー、イオンに殺される。これが、これが社会の闇ってやつか。お、待って、浮いてる浮いてる、みんな助けて。なんで浮いてる、なんで浮いてんの。おー、よく考えたらさ、鉄骨が上から降ってくるって結構恐怖だよね。なんかね、車とか村人も走るんだけど全然走んないんだけど。悲しいね今のところ、ね、どんどん人増やしてさ、税金さもらおうぜ。はい、ここに住宅街。すごい、見て、人口がどん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 増えてる。人口がすごい、あ、見て、村人が出てる。どこ。あー、いたいたいた、村人おる、見る、村人おる。うわ、ちっちゃー。あ、やべ、殴っちゃった、殴っちゃった。ガオーガオーガオー。おいー、テレテレテレー。ねえねえ、プッてこっち来て、なんかあったよ、あそこに。ゴミ処理場アップグレードと書いてあるよ。ちょっとアップしてみるか。はい。うおー。で、ゴミ処理場がなかったから、困ってたんや。ねえねえねえ、すごい、車走ってるよ。どこ車、どこ車、どこ車、ブー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 。すごい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 。え、おい、殺すなよ、お前。え、なんか生えるなんか生える、なんかすごい。カミソリみたいなのが生えとる。ベルトコンベアだろ。あ、ベルトコンベアか。ベルトコンベアだね。工業地帯ちょっともう一個増やそうかな。公園とか作ってあげたろ、これ。うるさいな、公園なんていらねえよ。なんでだよ、お前。いや、働けばいいんだよ、働けば。子供は、遊ぶ場所ないじゃん、ほら。いや、子供は働け。やばい、この人、奴隷としか考えてない。仕方ねえな。俺も人間として、できた人間だからさ。住宅地のところに、ちょっと公園作ってやるか。本当は嫌だけどね。この人の上に立つな、お前。はい、公園。あ、待って、車。どこ走ったのお前。どこ、道路ないよ。道路ないよ、お前。上級か、お前。え、てかさ、お金いつの間にかめっちゃね。もうめっちゃある。150万ぐらいあるよ、150万ぐらい。俺気のせい、なんか、待って待って、プッチ、人口減ってない。じゃ、さっきサンドが殺したからだよ。人口増えた、人口増えた、人口増えた、めっちゃ増えた。めっちゃ増えた、どうしたの。めちゃくちゃ増えた。すっごい発展してきてよ。なんか大災害とかはいつ起きるんだろう。まだまだじゃない。これは気象台。はい。おー。天気がいいの。天気が。天気予報とかじゃない。なんとなく空見れば明るくね。まあ確かになんとなくで、ね、分かるよ。分かるよね、別にね。お前ら絶対天気予報見んなよ、もう。発電所の近くに公園。なんでそこに置くの。しかも、いらんねえだろ、お前。ハッピーニューイヤー、あ、1年よ。もう1年だ。ハッピーニューイヤー。え、なんか家廃墟みたいになっとってね。腐ってない、腐ってない、なんか。商業地区が放棄されましたって書いてあるわ。え、田舎の家潰れてるやん。1年で潰れた、1年で。え、もうスラム街みたいなのも作りたいよね。あ、じゃあここの廃墟だけ残しとくか。廃墟に住んどるやつおる。あ、ほら、おるやん。お、見て、プッチ、ゴミ手に入れた。はい。あ、ゴミだ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 。誰がゴミや、お前。プッチ、ちょっとさ、これ持って右結構してみて。トゥルトゥトゥルトゥ、チカーバウ。I should not leave that in there.誰？はい、アンロック。トロフィーロード。え、村の人と話せるらしいよ。それじゃあ、撤去してこっかな。このいらないやつを。うわぁ！何してんの？俺まで廃棄しないで。みんな寝ちゃった。ほんとだ、起こそうぞ、起こそう。扉バン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 。あ、これ扉叩けるじゃん、ノックできる。あ、起きろ起きろ起きろ。あなたに怒っているために違いありませんので。あ、誰も怒ってるから出てくれないんだ。あ、でも気象庁のこれ話しかけれるよ、こいつも。天気操れるのかな、こいつ。操れるじゃん、雨降ってきたよ。ほんとだ。すげえ、天気の子じゃん。え、なんかウケる。こいつに話しかけたらウケる。ほら、見て。ウケた。なんでウケるの？どういう能力？災害来たらさ、やっぱ市民のさ、結束力もさ、上がるんじゃない？確かに、サンド怪獣来てよ。いいよ。誰かスーパーヒーローになればいいんじゃない？プッチがスーパーヒーローになって助けて英雄になる。どう？ああ、そしたらみんな怒ってくれるのも解消するわ。やらせやらせ。うわー。あ、暴れてる。
やばい、なんか出てきた、怪獣だ、サンド怪獣が来た、わかっちゃってね。私が来たからにはこの町の平和を守る。助けてプチレンジャー。おい、町を破壊するのはやめろ。無理だね、俺は破壊が大好きなんだ。お前たちの町をぶち壊してやる。死ね、このまま死ぬんだよ。俺死んだんやけど。プチレンジャー、お前はここでおしまいだ、くたばれ。頑張れプチレンジャー、おいしれー、やったー、これでこの町は平和だ。ありがとうプチレンジャー。うん、プチレンジャー、この床はどうするんですか。これで町は平和だ、さらばだ、はははー。